今日は入来選手の試合を振り返っていただこうと思いまして、はい、よろしくお願いします。入来、まあ、選手の最後の戦いとなった13回世界大会を完成されたということで、はい、で5回戦から振り返っていただきます。渡辺和志戦ですね。そうですね、まあ、だから、まあ、知ってる人もいるんであれですけど、僕もともとの道場の後輩なんですよね、渡辺、まあ、優作和志だから、なんだろう、ちょっと試合内容よりもまずちょっとなんていうの、ああ2人が戦っちゃうのここでっていうね、なんか感じはあったけど、まあどっちが勝ってもね、まあ嬉しいし悔しいしっていう試合でしたけど、なんだろう、もう世界チャンピオンになるためにやってる剣舞のこの途中とプラス食って やろうっていう若手の和志のなんか本当に空手らしい試合でしたよね。なんか攻めたい瞬試合っていうか、もうカズシはもうなんだろう、あの時はもう3分ですよね。3分ラッシュしてきてる。で、ゲームが逆に言えばもう王座として世界大会勝つためにあと4回あるわけだから、そのうちの1回の試合みたいな、まあだからカズシにとってはすごい成長してた試合だけど、でもゲームの王座らしい組み手スタイルってめちゃめちゃ面白かったですね。まあ結構こう構えて始めた時から最初からこう目を向けてた、ね、最初から、うん、俺はね、それは本当試合中ですけど、うん、ちょっと気合入ってるなっていうのはすごい感じました。食ってやろうみたいな。みんなそういう感じじゃないからこそ、試合中もなかなかこう目を合わせてくる選手っていうのは少ないじゃないですか。結構ね、確かに確かに、グッとこうね、普通やっぱこの中、まあ、僕ね、一応ジュニアチャンピオンだったし、でこうちょっとまあ年も上だし、うん、ちょっとねおじけつくじゃないけど、ちょっとまあこの分でうっと思うところもあると思うんですけど、それは試合中も全くなくてですね、こうガッとこの人向かい、あ、これはそれこそね、今後にね期待できるような、うん、試合だと思うなって彼の精神面で言えばすごい成長した試合ですよね、和志君の方が。ただやっぱそのさっきも受けましたけど、やっぱ3分の戦い方がやっぱすごい上手じゃないですか。まあ本当だから、それでどんどん詰めていって、最後はちょっとね、まあ、あっち下段聞かされて、それが見えた試合だったけど、本当そういう試合だった。なんかもう、まあ、勝手に相手が聞いてくれたって感じ。まあ、そうだね、うまくさばいて返してがはまったような試合だったと思う。しかもまあちょっと空手の試合にはないようなにらみ合いっていうかね、ちょっとエキサイティングした試合内容だったじゃないですか。まあ僕はね、もちろん剣舞は年一緒で仲良くやらせてもらってますけど、カズシ君に至っては私は後輩としてね、まあ、一時一緒にやってた時期もありましたけど、そういうタイプじゃね、ないからこそ、やっぱさっき言ってたように、やっぱこう次の4年は俺が引っ張るぞっていうのが見えた試合だったし、まあ、逆に今その世界大会の厳しさを剣舞が教えてた試合だったし、だからすごいなんか世代交代じゃないけど、まあ、世代交代させなかったけど、その次の4年間任すぞ、そんなに、まあ、今は俺が勝つぞみたいな、まあ、そんな面白い試合でしたね、僕からしたら。まあ、僕からしたら落合選手は何校だ、僕らね、4校ぐらいな。そうだよね、なんか、まあ、僕小学校2年生まで新旧新会にお世話になってたんですけど、その時からもずっとね、全日本入賞常連の和歌山ですよね、人で、第何回優勝、40回45回のチャンピオンになってるじゃないですか。それで1回負けてるんだもんね。準決勝になりました。まあ、なんだろう、似てないんだけど、大雑把に言えばちょっとタイプが似てる2人、まあ、どっちかしたらどっちと構えて蹴っていくみたいな。その前回った時の試合を見たんだけど、どっちかちょっと押されて最後、まあ、ちょっと持っていかれたみたいな試合が今回は逆転したのかなっていう感じでしたね。やっぱりなんて言うんだろう、だから多分ですけど、効かす下段プラスなんて言うんだろう、そのジャブ的な下段を入れたことによってリズムを取っていったんじゃないかなっていうか、で最後30になったらやっぱラッシュもあるんで、
多分30に行くまでにペースに来ちゃえば絶対負けることないじゃないですか。ラスト30フッもうやっぱ得意な技というか、まあ、その持ち味があるんで、だからその2分半でも制していって最後に押し切ったかなっていうイメージはあるんだけど、そうですかね、結構やっぱイメージだったやっぱそのリズム取ってんなみたいな。そうだね、力はやっぱファーを持たない選手ですね、うん、まあ、真っ向勝負を、ね、してしまったらやっぱりこう、ね、悪い不利な部分もあると思ってたから、やっぱり自分の良さと大差を置き、うん、逆に圧かけてちょっと潰しながらの、うん、で ラスト、まあ、ラストは、ね、しっかり自分のやっぱ得意技だけっていうのは待ったしだと思います、うん、だから左のジャブの距離感を作るのがめちゃくちゃなんか落合さん、次やりにくそうだなと、このこう、バチンみたいな、このジャブ、ちょっとまあなんかドツンというよりはちょっと距離を取るみたいな、あのジャブがめちゃめちゃ好き、光ってたなっていうか、そういう試合だったかなと思うんですけど、いや、結構ずっと、すぐ忘れるんで、なんか、まあ、さっきも話したんですけど、極真大会にキリル・コチネフっていう選手がいて、まあ、本当マラソンが趣味な選手なんですけど、なんか3分間を7割でずっと戦っていくって選手なんですけど、極真会館にいるんですけど、ロシアの選手で、その選手にすごい似てるなっていうか、長くてどっしり構えないけどずっとぴょこぴょこやっていって、なんか日本人が一番ね嫌いなタイプっていうか、多分海外の試合とかだとそんな勝ってない選手だよね、確か。だからそういう選手っているんですよね、多分新極真会館にもいると思うんですけど、世界なんかロシア大会、ヨーロッパ大会とか全然勝てないのに、全日本大会だけすげえ強いっていう海外の選手っているんですよ、その典型的な例、まあ、日本人が得意なんだね。そうそう、なんかそのやっぱ小さくてぴょこぴょこ動く選手にああやって一緒にリズムをついていって飲み込まれていくっていう、東田選手、18歳、ね、外回しでやりたいじゃないですか、やっぱあれも外回したまたまっていうよりはなんかリズムでやられて行かなきゃ行かなきゃってこうなったところにポコンってもらったみたいな。ただ逆に準決勝が分かんない、ちょっと聞きたいんだけど、まあ、ちょっと決勝戦も入れて終わった後聞かなきゃいけないかもしれないけど、一番のベストバウンドじゃなくて自分の中で一番なんか、なんだ、思い出とかじゃなくてなんか一番動けてた試合っていうか、そうだね、一番動いた試合だったし、一番そのなんかもう絶対に勝ったっていうか、技も出たしペイントもハマったし、まあ、一番自分のペースだったといえば自分のね、確かにそんな感じがした、いい動きが全て出たし、あの試合から日本人入り口選手だけだったと思うんですけど、そのプレッシャーどうでしたか。いや、もちろんありますよ、うん、ね、それはね、まあ、決勝で外国人の日本人でも、なんかその日本人が、ね、自分だけになった瞬間っていうのはやっぱりこう来るプレッシャーがっと来るんだけども、でもやっぱその、ね、ことも稽古の時に、まあ、そうなる想定を、ね、して稽古してきたので、うん、もうそうなってもいいよねってきたので、もうなった、あ、よし、あとは俺だけだという気持ちでもう必ずやってるぞっていうのでやってました。それはすごい、確かに自分も、まあ、自分はどっちかと決勝だけだったんですけど、準決勝日本人いたのに、でもなんか僕はちょっと変わってる考えかもしれないですけど、まあ、これ言ってるのか分かんないですけど、みんな負けてもいいと思ったんだよね、日本人選手。日本の選手が1回戦でもう俺だけ残ってなんかもうなんか取りたいぐらいの気持ちだったんで、やっとここまで来てくれたかみたいな、やっと俺しか残んなかったぐらいの、ここでヒーローになるぞっていうか、あの、まあ、僕の流派で言えば16年間海外の選手にやっぱ王さんが流されてたわけで、いや、ここで取るぞっていうか、まあそういう気持ちが強かったんで、やっぱまあ僕の、まあ、そういう意味で言えばこう準決勝のあの試合を まあ、あんなプレッシャーの中であそこまでの試合できたってことは、もう覚悟がもう決まってったんじゃないかなって。だって逆に一番プレッシャーがかかる試合、決勝戦はもうやるだけなんで、準決勝って一番ね、もう下手打てないし、下手打てないし、食べて、まあ、出し惜しみしたら、そうね、何に壊れしてしまうから、本当にそこであの試合したってことは、まあ、まあ、すごい僕の中の目線ですけど、負けることは想像できなかったです、決勝戦も、本当に。っていう準決勝、いい試合だったね、うん、一番、その、なんだろう、入木健武、まあ、僕が言うのもおこがましいですけど、入木健武っていう空手家の集大成が見えた。うん、
覚悟とか含めれば決勝かもしれないですけど、その組手スタイルだけで言えば、あの準決勝がすごい良かったね。うまく喋れてますか、大丈夫ですか。大丈夫です解説できてますか。ちょっと偉そうになっちゃってすいませんですけど、本当に、まあ、ちょっとこういう感じでこれはね、もうねよくね、後半行ってる時も話したんだよね、決勝戦っていうのは勝つが全てなんですよ。そこに至るまでは何でもいいんですよ、正直。勝っても、まあ、あの、まあ、もちろん怪我しないとかもいろいろあるんですけど、あの内容とか別に、まあ、もちろん内容もそうだ、最初下段でちょこちょこ、まあ、ちょこっていうジャブの下段を出していって、下段で効かしていって、相手が行こうとした時に制して、でラスト30からは詰めて勝っていくっていう、もう一番のスタイルなんですけども、もうね、ここはなんかちょっと試合とずらずれちゃうかもしれないですけどね、なんかね、やっぱ世界大会はやっぱ勝つのが全てなんですよ、僕からしたら。なんか日本全日本大会とかもしかしたら勝ち方とかも必要かもしれない、世界大会ももしかしたら勝ち方も必要って言われるかもしれないですけど、僕の中ではやっぱりあそこで日本人一人しかいなくなって、勝つことが全てで、それをものにしたわけだから、やっぱり世界大会、世界王者になるべき器は思ってる人だし、逆にそういう人とこうやってライバル関係ずっと生きたってことはめっちゃ幸せだなっていうか。でもやっぱ改めて、やっぱり何か人と違うもの持ってるじゃないですか、うん、それがやっぱ出た試合じゃないですかね、僕は。うまくいいっすよ。ちなみに、あの対戦したバレリー選手、上田選手からどんな感じに見えますか。レジェンドですよね、バレリー選手なんか。僕はそれこそ新曲新会まだいた時から、はい、僕だから、ドナタス、ムサファーバカク、バレリー、もうこの3人、あとローマン、ローマンですね、ローマン、この4人はもう僕の中の海外の好きな選手、ベスト4だったんで、うん、やっぱその中の1人で、まあ、僕からしたら、どうしようか辞めて、極真会社にいたので、逆に言えば本当になんかもうレジェンドのまま終わってた選手がまだやってるんだっていう、うん、すごいね、すごいですよね、やっぱり。逆になんか腰引けるっていうか、なんか今現在強い人よりもなんかちょっと知ってる選手の方がちょっと、なんかあの時のイメージが残るからやりにくかったりするじゃん。そうそうそう、それはね、やっぱあるかもしれない。前回はそういう思いで、もしかしたらやっぱ変に着ようってね、そういうイメージが強かった。確かに伸び込まれてしまったのかもしれない。本当にね、そういうのって本当にでもよくあることなんですよね、まあ、やってれば分かるけど、特に空手の世界って毎年同じ選手とやったりするときってあるじゃないですか、うん、だからそういった気持ちの持ちようってめちゃめちゃ大事だなっていう、うん、バレリー戦はすごかったな、もうなんか、なんだろう、まあ、僕はですけど安心して見れたなっていう、うん、勝った瞬間なんかすごい嬉しかったですね、本当に素直に。でまあ、僕もその時、まあ、まだ発表されてなかったんですけど、大晦日決まる決まらないの時期だったんです、実は。で、なんだろうな、まあ、正直やるかやらないかみたいな時だったんですけど、やっぱあの試合見て、やっぱ大晦日に出て、やっぱり僕自身、この空手っていうものをやっぱ広めていかなきゃいけないなって覚悟が決まったんで、どんな相手でも大晦日を出て、どんな相手でも勝って、自分自身、やっぱ空手を、こんな素晴らしいものがやってるから、まあ、僕の中でできる空手の広め方をしていこうっていうのを、まあ、改めて思えたっていうか、ね、本当素晴らしい大会でしたっていうか。いや、もうあれも大丈夫ですよ、あれもね、僕から語ることはないぐらいで。でもなんかちょっと上から目線だと、いやいやいや、でもまあ、でも本当にもう、逆にこれ道着着たりとか、うん、今日こうやって道着着て話したりとか、ちょっと対峙したじゃないですか。ちょっと嬉しかったです。嬉しかったけど、まあもう戦うのはいいやなって。ちょっとだね、またやっぱお互い別の道でね、またトップ目指して頑張ります、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。